純なりさです。この度12月15日金曜日に早稲田本支店スコットホールにて私の20周年コンサートがございます。今まで20年間宝塚を卒業してからの、20年ということなんですけれども、宝塚時代からいろんな歌に私は導かれて、ここまで来れたなと本当に思ってます。そんな感謝の気持ちを込めて、その時々で出会えた素晴らしい歌たちをメインに今回はお届けしたいと思います。ギターは笹越彌春さんですね。本当にいつも支えてくださってる素晴らしいギタリストさんです。そして今回柏木弘樹さんにもご参加いただきます。もう魅力的なチェロをお楽しみいただきたいです。そして林正樹さん、もう本当に今飛ぶ鳥を落とす勢いのピアニストさんです。本当素敵です。この素敵なお三方に支えられてたくさん歌を歌わせていただきたいと思ってます。もちろん現在の活動の音楽も含め、今後、たくさん、歌を歌っていきたいという思いを込めてお届けします。もうぜひぜひ来てください。12月15日金曜日、6時45分開演です。お待ちしてます。